ロスベリーのキング男爵、マービン・アリスター・キングは、イギリスの経済学者、政治家。2003年から2013年にかけて、イングランド銀行総裁を務めた。退任後、一大貴族、ロスベリーのキング男爵に助せられ、貴族院議員となった。ウルバーハンプトン・グラマースクールを卒業後、1969年に、ケンブリッジ大学キングス・カレッジで、 経済学一等学位を取得。セント・ジョンズ・カレッジ、ハーバード大学に学んだ後、ケンブリッジ大学やバーミンガム大学での教職、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学での客員教授、1984年からロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの経済学教授に就いていた。1990年からイングランド銀行のノンエグゼクティブ・ディレクターを務めており、 1991年にチーフエコノミスト兼エクゼクティブディレクターとして入校。1998年に副総裁就任。また同年より G30 に加わっている。2003年6月30日、前任のエドワード・ジョージから引き継いでイングランド銀行総裁就任。2013年6月30日に退任。後任はカナダ銀行総裁であった。 マーク・カーニー。2006年に、ケンブリッジ大学から、法廷名誉博士号を送られている。ナフィールド・カレッジの客員研究員でもある。総裁退任直後の2013年7月に一代、貴族、シティ・オブ・ロンドンにおける、ロスベリーのロスベリーのキング男爵に助せられ、貴族院議員にでした。貴族院内では、中立派の議員である。 2014年4月23日、女王エリザベス2世により、ガーター君章君尺氏に助せられた。2008年4月11日、G7 財務省、中央銀行総裁会議事の写真。後列右から3人目が、キング1997年から運営が開始された、金融政策委員会の全会合に参加している、唯一の人物。 キングの投票姿勢は往々にして、高派的と見られ、総裁に就任する以前は、他の委員と比較しても、金融政策をより引き締める方向へと投票していた。その傾向は就任以降、徐々に影を潜めたが2005年8月の利下げ決定や2007年6月の利上げ決定の際は、反対票を投じるなど、自ら少数派になることを厭わない姿勢が、 中央銀行総裁では、得意な存在と言える。退屈な金融政策を志すと繰り返し、表明していることが有名。これは、イングランド銀行が採用している、インフレターゲットの設定達成に絶えず注視することで、今後の金融政策の方向性をできる限り、予見可能にすべきという意味合いが込められている。さらに、インフレき違いという言葉もキングによって作られている。 アストンビラ FC の熱烈なファンで、イングランド銀行職員 VS 元アストンビラ FC の選手によるチャリティー試合を主催したことがある。AB、ナンバー6578、ザ・ロンドン・ガゼット、24ジュライ2013、P14591、AB、ロード・キング・オブ・ロタベリー。 www.parlament.uk.2014 年10月10日閲覧。ab, No.6848。The London Gazette, 24 April 2014 P8182 BBC Sports Football Gossip and Transfers, Fridays Gossip Column, No.59808 ザロンドンガゼット11順 2011p7 ありがとうございます。